仁。酒井仁か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで敵を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。発射やつを。駒田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。
愛も変わらず強引だな。歩くのか？こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった？職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われるな。望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのか？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は？聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所で落ち合おう。承知した。
よし。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。やぐらにはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。ねえ、分かったよ。合図してやらねば矢倉の火が見えるはずだ。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。干渉ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。